駅前風景駅舎を別の角度から望む。奥にも似た形状の屋根が見える。京急田浦駅は神奈川県横須賀市船越町五丁目にある京浜急行電鉄本線の駅である。駅番号は KK55 東日本旅客鉄道横須賀線の田浦駅とは直線距離で南東へ 1.5km 以上離れており安神塚駅の方が近い。 改札口ホーム有効庁六両編成対応の相対式ホーム2面2線を持ち、森土上にホームがある高架駅。駅舎はホームの下に位置する。2007年から老朽化に伴う大規模改良工事が行われ、2009年2月に完了している。一番線ホームが拡幅されて駅舎が屋根付き2階建てに改築されたほか、コンコースとホームを連絡するエレベーターと、 多機能トイレが新たに設けられた。また、校内の照明類は、駅名サイン等も含めて LED 化され、ホームの柱も木製のものに交換された。柱には国産の干ばつ材が使用されている。当駅周辺で2回にわたって事故が発生した。2回とも土砂災害による脱線事故であり、被災した車両は1500系である。 2019年度の1日平均乗降人員は12,986人であり、京急線全72駅中52位。近年の1日平均乗降人員と乗車人員の推移は下表の通り。当駅は海からほど近い丘陵地の中に位置する。駅周辺は主に住宅街である。すぐ北側を国道16号線が通っており、 その周辺には商店も多い。国道を挟んだ臨海地区は工場や港湾施設が立地している。駅前の国道16号上に設置されている京急田浦駅が最寄りバス停。この他国道を東に進んだ船越町中通り交差点付近に設置されている船越も利用可能。発着する路線の詳細は京浜急行バス堀内遠慮所。 景品急行バス寿司営業所を参八831安浦二丁目業18時台まで、米が浜経由。18時台以降日の出町経由。ありがとうございます。